こんにちは、塩ポンヌです。今日は久々の工作マジックです。瞬間芸なのでお見逃しなく。それでは早速作っていきます。歯切れを用意してください。直径7センチメートルの丸型の型紙も用意します。型が取れたらピンキングガサミで切っていきます。7枚全部で作ります。ワイヤーを13センチ7本用意してください。半分に折って3分の1折ります。反対側にもう3分の1折ります。S 字みたいな形になりますね。そうしたらこの先端の部分を先ほど切ったワイヤーで縛っていきます。くるっと丸めてしっかり留めてください。このようにぐるぐるとねじって留めてください。引っ張っても抜けないぐらいになったら OK です。次に18番のワイヤー17センチを1本切っておきます。小さく切ったフラワーテープで先ほど針金が巻いたところを巻きつけていきます。先ほど切ったワイヤーを取り出し、ワイヤーが中心になるように花を束ねていきます。束ねたらこのぐらいの長さに切ったフラワーテープで巻き留めていきます。しっかりと引っ張って頑丈に取り付けてください。針金が出ていると手を怪我してしまうので針金が隠れるように巻いていきます。針金がしっかりとこう見えなくなるまで巻きつけていってください。こんな感じです。次に下の部分をペンチを使って2センチぐらいこのような形に折ります。折ったところはフラワーテープで固定します。これも針金が引っかからないようにしっかりと針金の先を隠してくださいね。ヘアゴムと安全ピンを用意します。ヘアゴムの長さは体の大きさに合わせてください。私は小柄なので35センチ使いました。それを安全ピンと花にくっつけてしっかりとほどけないように固定してください。そしたら出来上がりです。背中の腰のこの部分に花をつけます。そうしたら上着を着てこのように中を通してください。ゴムが見えない方、反対側を向いてこのように持ちます。肘をしっかりと伸ばして上に振り上げた時に離します。すると消えます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お待ちしてます。コメントもお待ちしてます。